読売テレビの山本純也です。今日はたっちゃんの復活を祝いまして、ちょっと長いですね、ドラマティックボクシング年末スペシャル、竹内涼一郎&町田和久特集をお送りしてまいります。そして今日は、今回はですね、日本での観戦となりました小水の的さんです。こんばんは。スペチュアル何だったの、これ何いいなと思った。スペチュアルっていうドラマティックボクシング年末スペシャル、竹内涼一郎&町田和久特集をお送りしたい。はい、まあまあとりあえずよかったよかったとね。よかったよかった、もうホッとしたというか、うん、まあ終わった後嫁と握手してね、はい、抱き合いましたね。ああよかったよかった、とりあえずよかった、ね、いやほんまやほんまやほんまほんま、人の試合をなんぼ悪い試合やからね、もうねボケんねんもそこで。いやいやボケてない、ほんまや言うてんねん、下ネタばっかりや。ご紹介の前に一声ありましたけども、うん、見事復活を遂げられました竹内涼一郎さんであります。お疲れ様でした。本当はお疲れ様やな、はい、うん、まだもうそれはもう1週間以上経ってんのに、 KO が決まった瞬間麻酔自体投げたよね。何起こったんやろ、思いながらな。ええ。あのマスキットどこ行ったんや。おい。あ、拾ったんちゃうんかいな。いや、多分ラスベガスのどっかにあるでしょ。ああ。か、ゴルフのボールやないねからやな。マサさんみたいな、あの、追っかけの人が。あ、そらもう撮ってるわ。絶対撮れへん。それいい。ほんで家帰ってこうやって、向こうに匂ってな。タッチャーンいいな。ほら、匂い。とりあえず良かった。良かった。うん、途中はハラハラしたけど ね、よくない、うん、それはよくないとはもう絶対言うとは思ってた。私も行きまして、うん、あの最後に勝利者インタビューしたわけなんですけども、うんうん、怒ってた、怒ってましたね、怒ってたね。ただ、うん、あの試合の感を楽しんでるという見方もできるしな。あーはーはー、うん、逆に言えばね、うんうんうん、10ラウンドというのは、まあ、まあ30分間あのできたわけですから、うん、全然スパーリングとは違うグローブで実戦ですからね。実戦ですからね、はい、まあご本人こうおっしゃってるんですけども、早速ですねその復活のリングご覧いただきまして、うん、また改めてですねどのあたりが、うん、っていう部分なのか、はい、見てみたいと思います。どうぞ。3 losses and 1 draw. He has 10 wins coming by way of knockout. Please welcome the former WBC bantamweight champion of the world, introducing Toichiro Katsuyoshi.したがってファイティングハラさん、はい、アラニスがもし勝つようなことがありますと相手は WBC の2位、一気に世界ランクということになりますからね。元世界チャンピオンを破ったところも相当違いますよ、はい、これは。あーさあ、アラニスの左、アラニスの左、左から右、さあ、そっち今顔面にヒットした左、カツヨシ前に出る、ちょっと打たれるとガードが、ノーガードだ、ダメだね。挑発するようにノーガードが前に出る、ちょっと左、腫れましたね。左の目の上が少し赤く腫れてきました、カツヨシ。ボディフロー、ボディ、キラ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 、これは効いたぞ、タツシ、これは効いた、さあチャンスだ、前に出る、右、さあタツシチャンスになった、アラニスが逃げる、タツシが追う、ナイスボディ、さあボディが出始めました、タツシ、左、右、左のボディフロー、ナイスボディ、キラキラ、これはかなり効いています、マティナさん、この左のボディフローいいですね、はい、やっぱりハラの方が効きますよ、はい、おっと、アラニスが左、左、右、左、アラニスの左、あーっとさあ左だ、さあバランス右、左、さあタツヨシチャンス、このあと30秒タツヨシ攻めろ、左から右、左、これで効いた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 、完全に効いた完全に効いた、タツヨシ大きなチャンスだ。ここでコーナー6分効いたんですね、はい、だから自分でちょっと歯がゆいところがあると思うんですね、はい、左タツヨシが左、さあ激しい攻防だ、左、タツヨシ出た、タツヨシ出た、一気にタツヨシ出た、
まあ、全部で試合時間は28分ぐらい、うん、そのまま3分にバッとちょっと縮めてご覧いただいたわけなんですけども、うん、分からない部分、たっちゃん、まあ、作品ですから、うん、完璧を求めるんでしょうけど、どのあたりが自分とすると全部って言ってましたけど、直後には、うん、右手はどうなったの？あ、そうそうそう、試合前に痛めたの？これね、うん、ちょっとおしゃれでやってるんですよ、今ね。どんなおしゃれ？全然痛ないよ、ちょっとけえ、ちょっとけえよ、こんなブレスレット見たことないよ。ちょっと痛めて、普通ね、やっぱね、世界まで行こういうやつはね、手折れたぐらいとかね、それぐらいではね、打たなダメなんですよ、うんうん、はっきり言って、どうやったらいいかな、まあ、命かけてるわけじゃないですか、うんうん、負けりゃ死ぬと思えばいいわけでしょ、うんうん、殺し合いだね、それを手を揉んだ、もう以前の問題で、あの試合はもう最悪ですね、うんうん、けど、バランスだけを見とってけど、バランスは良かったね、バランスは、バランスは、バランスは真ん中やったね、うん、真ん中にあったらあかん、噛み合ってませんけども、どうしてダメなんですか、真ん中にあったら。もう理論的にはまあ真ん中っていうのが普通なんですよね、うん、いろいろまあパンチをあれをしたらこう、うん、シフトウェイトっていうのがあって、うん、ちゃんと軸足に体重が乗らなあかんの、すごい専門用語だよ、先生、なんかこれまでちょっと連打するときに前のめりになってたなっていう部分は感じてたんですよ、はい、こうそれがやっぱり下半身が前で行きながら連打が出るようになったなとは僕は見て正直思ったね、うん、ただ横綱と重量ぐらいの試合をするやろうなと僕は思ってるから、はい、うん、それがこう意外パンチももらったしっていうので、うん、ハラハラはしてしまいました、うん、あんまり喋りませんね、この試合のことに関して、ね、うん、すごい気に入れませんからね、うん、あめっちゃムカつくわ、あんままだ怒ってるわ、だいぶ経ったね、これね、だいぶ経ったのに、これは一生もずっと思い続けるんでしょうね、そう、作品としてはこれはもう世に出せない、世に出す、書く前に例えば絵の具あるじゃないですか、うん、あれは用意してさーって書こうからときにバーッとこぼしてあるの、あれもうぐちゃぐちゃなんですよ、この絵の具、作品どころ作られへん状態があれです、あれこぼしたん、こぼした試合です、よーい、どんどんこぼしたって、デフタ聞けっていうのを聞きたいんですけど、今後の課題というのができたって、君聞きや、遊ばないでください、危ない危ない危ない、どうですか、さあ何しよう、何しようとは何のこともちろんこれ、まあこれで反省するわけやろ、ね、ええ、今のんで、これからどうするかっていうんですか、うん、今日はもうご飯食べてこんな夜中にですか、そうやな、今からご飯食べてな、あそこ生番組何言ってんだっけこれで、ね、マサさん、はいはい、ねえ、うん、なんか春にも世界戦かなんてことも一部言われてますけども、うん、早く見たいですけどね、見たいけど も、 またもう一試合見たいね、あ、うん、そういうか楽にできる試合を、楽というか、まあ、せやけどそれやるんやったらまたラスベガス行かなあかんのか、遠い、これがな、大阪府立体館でできるんやったら伝承戦でバンとできんのにな、ちょっとルールがね、これが飛行機嫌いやがな、これが、はいはい、個人的な意見で言わせてもらうと、はい、どうぞ、ノンタイトルをあと 5,6 試合最低でやりたい、ね、うん、と思う、 5,6 試合もやるんですか、だって調整でき作れないんですよ、なんかそんな簡単なもんやもうちょっとないと思うよ、ボクシングは、あ、うん、だから前の試合も見てて頭で考えてボクシングやってる感じでしょ、あ、それがやっぱり考えずに手が出るにはやっぱり何試合かやらんとコンスタントに、うん、4ヶ月3ヶ月間隔ぐらいで何試合かやったら、特に僕みたいな弱い人間はね相当違うと思うけどな、うん、もうそろそろエンチャンパスの日本国内でね、そうですよね、本当にもうやろう、うん、もう振り一体感で、そうですね、やろやろ、全て大阪城ホールぐらいにしないと入りきれない可能性もありますから、いやもう僕もほとんど忘れられるいや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 大丈夫ですよ、どっかの小学校の運動場とか、はい、だってそこから幼稚園の教室の運動場に、はい、だって、うん、さて、最新の試合ご覧いただいたわけなんですが、うん、コマーシャルの後はなんと
ビデオの用意をしてください、完全保存版立吉丈一郎全17試合を一挙公開いたします。かっこ悪いな。軽やかに着地して素早く走る猫の足を借りました。キャッツプラス水野。 Listen, can you hear the harmony of nature?佐々木真珠の美しさは海と海と人との対話から生まれます。真珠、A gift of the ocean。 佐々木真珠。こうやったら愛してるサインね。二人だけの美味しい秘密、ハウスいただきレンジスパゲッティたらこ。朝ムカムカが残っちゃった時は液キャベという手もあるんですが、胃の調子が心配な時は食事の前にキャベツ酢を飲むと、もたれやムカムカを抑えてくれる、こういういい手もあるんですね。胃腸にはキャベツ酢か液キャベ。安く買えるパソコンが二宮 PCX タウンなら安く買える、買える、買える、安く買える。パソコン買うなら二宮 PCX タウン。二宮の安く買える。ケロケロ。もうこの松尾さん番組のせいで困っちゃったのかな。か面白い話ですけど。違いますか。もうボクシングですよ。ボクシング、ボクシング、ボクシングがやっぱり僕は一番面白い。これ K-1 中のあれね、喧嘩売ろう。おもろない。そうですか。おもろない。もう俺おもろないもん。何あれ。やっぱりボクシングのね、ちゃんとあのまあ論戦もあるよ、うん、けどもね、ボクシングのこう前の、ホリフィールドと体操みたいな試合を見てしまうとね、おもろいな、ボクシングは。おもろい。おもろい。うん。K-1 非じゃないね。まあ、あれ人気あるんじゃないですか、K-1 で。人気はあるよ。人気はあるけど、あかんわ。読んでください、これ。ドラマチックボクシングか。ボクシングの番組になります。ボクシングはまあ、やっぱり一番もろい。はい、お待たせしました。完全保存版、たとえば上一を、全17社、一曲公開。行きましょう。どうぞ。ダーッ。相手をよく見ています。左です。左一本、下から上、上突き上げる、左アッパー、そして左のボディ、左のジャブ、距離をつかむ、そして右ストレート、ダウンを奪います。立ち上一郎突き上げます。アッパー、服身を突く、ボディ2だ、ボディ、そして内側、左の服、ダウン。立吉丈一郎デビュー戦、見事ナックアウトになりました。立吉が下がりました。第1ラウンド2分20秒経過しようというところです。中央で打ち合い、エアを3番の左、立吉を持った、左手を振りました。立吉も相手の空いたところ要所要所で構えますね。うまいですよ。立吉攻める、ミラッパー、エア3番がロープに下がった。立吉ターン、いいパンチ入ってますよ。はい、ボディブロー、左、左か右、ナイスパンチ、ワンツー、ナイスパンチ、ボディブロー、ダウン、たまらずダウン。エア3番崩れるようにしてバットに進みました。左のボディブロー、立てるか、左のボディブロー、一発目仕留めました、立吉丈一郎。距離をつかみます、立吉丈一郎デビュー3戦目、ジャブです。左のアッパー、アッパーだ、左右のアッパーでダウンを奪いました。立吉少し立吉の顔が赤く腫れ上がっています。苦戦しています。立吉、左のアッパー、そしてふくら、左手が上がりました。
足を使います。岡部茂、大振り、キラー、決めた、一本、ダウン、岡部ダウン。さあこの回復はどうでしょうか。8、9、さあタツユスのこのモーションを見てください。タツユスは余裕を見せてるんですね。そうですね、はい、さあ赤コーナーに追い込んだ岡部、打ち返すが力がない。タツユス右、とどめは右。さあ2度目のダウンだ。まだ20秒ある。第4ラウンド、岡部力がない。タツユス攻める、追い込んだ。さあどうだ、アッパが効いている。タツユスボディブロー、試合終了、新チャンピオン誕生。なにわのタイソンが日本のタイソンになりました。バランスを崩しました。さあ残りあとまだ20秒、おーおー、思い切って打った右のフック、これは気をつけなきゃいけません。辰吉、辰吉の左、ナイスボディ、左、そして右のストレート顔面。さあロープに詰まった、ナイスボディ、ダウンか、ダウン、ダウン、ダウン、順カーディナルダウン。カウントアウト、2ラウンド KO 勝ち、辰吉丈一郎。ボクサーファイターなんだけれども、これまで相手がみんな攻めてこないんで自分がファイターになってしまったということを言っておりますが、そうしますとファイティング原田さん、はい、今日はその本来のボクサーファイターになってほしいですね。そうですね、あのトーレスも打ってきてるのはチャンスですからね、はい、おっとこれはいけない、これはいけない。ゴンが鳴ってからトーレスが手を出して、それに迎え撃ちました。辰吉取っていきたいとしました。ダウンを奪え、辰吉です。両者ともに勝ちはありませんでした。ドロー、引き分け。今日は天津城のお披露目です。一方のパシュネスはやはり打たれ強い選手です。いい、うーん、ナイスカウンター。さあこのラウンドはいいぞ。プレッシャーをかけます。辰吉、辰吉城一郎、僕は倒すことしか頭に入れていないという辰吉。1ラウンドのゴングが鳴ったとき果たして何を仕掛けてくるでしょうか。はい、リチャードソンも聞いてますよ。聞いてますよね。ナイスボディ、あれは当たらなくても嫌なもんですからね、はい、さあ辰吉の肋骨砕きのあのボディーブローがここで全部落ちてくる。強打という辰吉の持ち味をいかんなく発揮しています。残り10秒になりました。第10ラウンド、あー、ナイスボディ、あー、効いた、さあ、ダウン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 、効いた、効いた、あーっと、ゴングが聞こえない、ゴングが聞こえません。ゴング、レフェリーがゴングが聞こえない、レフェリーがゴングが聞こえませんでした。おっと、ここだ、おっと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 、試合終了、辰吉世界でただ一人の男、一番になりました。辰吉、どうこうしのんか。また右に来た。ああ、苦しいですね。辰吉打たれた。辰吉打たれた。アシタさん、はい、赤コーナーからはこのラウンドに勝負をかけろという指令が飛んでます。いてる、はい、ここで弱気になっちゃいけないんですね。辰吉打たれた、辰吉打たれた、あの打たれた、辰吉打たれた、打たれた、辰吉立っていられない、立っていられない、あっとタオルを投げられました。試合終了、新チャンピオン誕生。
剛敗れました。初防衛に失敗です。残念です。1年ぶりの試合、辰吉朦朧としています。辰吉はまだやりたいという表情を見せています。しかしこのラカンドンの意地を見せました。ラバナレスの前に敗れ去りました。新チャンピオン、タイトルが移動いたしました。辰吉からタイトルを奪って一度初防衛に成功しております。そして3月の28日に韓国のソウルでヒョン・ジョンイルと2度目の防衛戦を迎えることになっております。ラバナレス、その後は俺の番だと辰吉が頑張っているわけです。おお、同じように挑発しました。さあ打ち合いになった。距離が詰まった。この試合最初のダウンです。5 6 7 8 9 10、はい、決まりました。辰吉復活になりました。2ラウンド KO勝ちであります。ラバナレスとの勝負はまだ終わっていない。ラバナレスに借りを返して初めて真の世界チャンピオン借り得るという辰吉丈一郎、男の意地を見せつけます。まだまだ試合の続きは分かりません。ナイスアッパー辰吉さんに。やはり薬師寺、そしてその前には去年の5月に当時のチャンピオンの上昇戦が戦っております。キャリア十分、今日29戦目ダウンを聞きました。武蔵野スクラレス時によく当たります。武蔵野のボディーブローガーにのストレート。武蔵野スクラレス左側当たります。こうなったらオールにフィニッシュをするか。もうこうなったら直接独断状ですね。そうですね。よしよし、辰吉の左から右、スピードがあります。持て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 持辰吉が先に上がって、そして薬師のダンスを見てやると言っておりましたが、すごいもうお互い意地と意地ですからね、いいコンディションですよね、お互いが。その判定につきましたね、今そこの松田会長につきました。日本の新聞でも東京ドームで辰吉がタイトルマッチかというような記事も出ておりましたが、実は辰吉に一番大きな今の夢を聞きますと、その東京ドームで試合をすること、満員のお客さんの前で自分の力で満員にして、そのお客さんの前で試合をしたいということを言っております。ダウン、これは体の中のダウンです。東京ドームにこだわるその理由というのは、1990年の2月11日スムーズな感じが出ないんですね、はい、さあ先に戦だ、まあ、残り10秒ガードを上げて前進です。
2年前に対戦した時にカルロスはそのホセフィノ・スアレスに8ラウンドテクニカルナックアウトで敗れております。さあ、辰吉がディフェンスの練習か。そして固めて打った、固めて打った、リングストレート。さあ、チャンスだ、これはチャンスだ、コンビネーションだ、コンビネーションを見せる辰吉。さあ、残り10秒です。第7ラウンド、このラウンドも一方的に剣幕しています。辰吉、陽一郎だ。ゴングに救われたカルロス。辰吉の右ナッパー、これは軽く打っています。そして強く打ちます。この辺りがメリハリということかもしれません。今回ここで連打、去年にメリハリをつけたいということを言っておりました辰吉。そうそうそう、出てせい。おっと、割って入った、だいたいリチャードスティールレフェリーが割って入りまして試合終了です。辰吉8ラウンドテクニカルダックアウトです。辰吉丈一郎、これで世界戦へ堂々と進むことができます。辰吉丈一郎、455日ぶりの日本のリングです。そして辰吉丈一郎はこの世界戦4度目の挑戦になります。バンタム級に続いて2階級制覇を狙います。左のストレートが当たった、ちょっと腰を落とした。辰吉その後半アウト、おっと左のフック、攻勢に転じました。ダニエル・サラゴサ、これは一転してというよりも予想をはるかに超える積極的な攻めであります。ダニエル・サラゴサ、サラゴサのこれまでの試合はいずれもこういった出血シーンを見ることが多いんです。秋山さん、はい、辰吉もね、左の目の上をカットしてますね。カットしました。さあ辰吉まとめていった、辰吉まとめていった、辰吉の猛攻か。辰吉の猛攻が多いですからね、はい、要するに気が焦ってしまっている、気持ちばかりが先に行ってしまう、体が伴わない、ね、そこをやっぱりあのチャンピオン、サラゴサうまいじゃないですかね。サラゴサ、サラゴサ入った、辰吉ゴーキーだ、辰吉の猛攻が止まった。さあピッチャー、辰吉ピッチャー、うん、やらしくって、うん、あーっと試合終了、ドクターが止めました。ドクターストップがかかりまして、11ラウンドテクニカルナックアウト、サラゴサ初防衛に成功です。辰吉敗れました。辰吉の2冠制覇ならず、2階級制覇なりませんでした。浜田剛さん、はい、辰吉は最強、何としてもアウト、激しい打ち合いだ、慶応で飾りたいという思いあるでしょうね。だから自分でちょっと歯がゆいところがあると思うんですね、はい、左左、さあ激しい攻防だ、左右、隠してた、隠してた、一気に隠してた、右のボディブロー、左のボディブロー、右右左、さあ辰吉の、辰吉のパンチが返ってきた、左右、右カウントダウンだ、いやカウントダウン、さあ右左左、さあ辰吉一気に攻める、一気に攻める、ここでベイルスレフリーが分けます。さあ一気に行け辰吉、打ち合ってる最中は分ける必要ないです、はい、ダウン取れますよ、さあ行け、ナイス、来た来た来た、その男は常に頂点を目指し、その家も常に頂点を目指す、アメリカンコンフォート、家づくりもドラマだ、輸入住宅の住友不動産ホーム。日本一長の会です、調子に乗って食べ過ぎ、調子に乗って飲み過ぎ、日本の一長は私が守ります。最強新産協一長役、50年の伝統、西沢学園。関西テレビ電気専門学校、大阪建設専門学校、大阪コンピューター専門学校、大阪北区西沢学園。 Beauty unites the hearts of people. サイトホルダー田崎真珠、原石から今、信頼の輝きをあなたへ。 The brilliance of the diamond wins our confidence. ブライダルも田崎真珠。これギリシャ風のグラタンでムサカって言うんだ。
サウスディッシュアップムサカ新発売。勇気が欲しい。やってごらん、ワイルドアームズ。学校じゃ教えてくれないこといっぱい。 RPG ワイルドアームズ発売中。ワイルドアームズやった。プレイステーション。盛りだくさんでございます。スタジオには町田和久選手に来ていただきました。こんばんは。まあちょっとまさかね、たっちゃんの VTR が17分に及びまして、はいはい、ちょっとお腹いっぱいって感じですね。面白い、面白い試合、試合やったはるなとか思いながらね、うん、そうですね、面白い面白い。町田選手のお話に行く前にたっちゃん、うん、はい、まあそのいろいろこう度合いがあると思うんですけども、うん、ダーッとここにありますけども、まあ一番この中で自分の出来としてはマシかなっていうのはどれですか。マシかな、うん、いや今リチャールソンが一番いいじゃないですか。とりあえずは僕はこれでは気に入った試合、でもこれは気に入ってないんですけどね、結局今のところこれ以上上はなってないから、うん、ここからもうブランコブランコブランコとかもうなんか変なことになってるでしょ。カインか、カインか、大丈夫、もうちょっと下でもうちょっと下上がんまいら、まったくもさあそれではですね、町田選手、まあ、ずっとこのマサさんね、ドラマチックボクシングで追いかけてまして、はいはい、そうそう、まあ、ご覧になった方も多いと思うんですけども、うん、12月3日のねラフィーモンタルバン戦、うん、ご本人はいかがでしたか。あれは乾杯、うん、そうですね、考え良かったから、うん、なんかちょ寂しいことね言わないでほしいなっていう。いやもうやめるんやないか僕は弱かっただけですから、なんて、うん、クリスマスもちゃんとハレンチなことして、もうまたそういうことダブいちゃって、うん、試合には負けたけどもね、彼女は言わした。そうじゃなくてもう下向いちゃったじゃないですか。あの武田選手ね、やっぱ初防衛戦ってだから4日前、何を言うの、もうええよ初防衛戦っていうのはいわゆるこの取るよりも難しいっていう練習はしたね、うん、体見てたら、いかがでしたか。そうですね、ま、緊張してた。緊張もしましたけど、タイトル取る時よりもちょっと精神的には違うかった。追われると違うプレッシャーかかったかな。ですね、まあ、試合の時は分からへんかったんですけどね、終わってみたらそうなんかなと思います。うんうんうん、試合は見たの。いや、まだ見てない。まだ見てない、初めてだ、はい、うん、ちょっと素人目なんですけども、硬いかなって感じがしたんですけど、そのあたりはどうなんですか。硬かったですね。まあ、緊張もちゃいるでしょ、初防衛となれば、うん、でまた世界戦の、ね、前座ですから、もう雰囲気が世界戦の雰囲気になってるから、そういうのもあったんかな。まさかね、僕帰りのねラスベガスからの飛行機で、はいはい、たっちゃん聞いて意外だったのが、うん、これだけの男が、うん、試合の前の日寝れないっていうふうに。寝られるいいやんな、うん、寝れる試合前寝てもすぐ目覚めますね。そういう状態、ここでブースかブースか寝てたらあかんのちゃう。そういう、いやでもそういう選手もいてるんですよ。いてる方いてる、大体それでチャンピオンになってるやつもいてるんですよ。それでも、そう、それでもそこでグースかグースか寝てて、まあ、たるき寝るかもわからないですけど、ね、負けと勝ちの数が一生優先手はようさん知ってるわ、うん、どっちかぐらい、うん、怖くない、怖くないんやって、うん、だから寝れるんですって。うん、この時は町田選手よく寝れましたか。そうですね、まあ、普通に寝れました。普通に寝れた、寝れたということで、まあ、ちょっと見るのはね、今日も初めてちょっと辛いと思うんですけど、うん、そのラフィーモンタルバン戦、ご覧いただきます。どうぞ。赤コーナー、東洋太平洋ジュニアバンタム級チャンピオン、町田和久。東洋ラフィーモンタルバン。サウスポーとの戦いはあまり経験がありません。町田なかなか思うように距離がつかめません。後ろに下がるようにして下がっていきます。町田チャレンジャーの左、そしてワンツー、おっと町田もカウンター気味に右のストレート打っていきます。おっとワンツー町田、思うように距離がつかめません。町田です。チャレンジャーモンタルバンの距離になっています。おっとパンチを食らった町田、右のストレート、町田の距離ではありません。左を食らった町田、ストレートを2発、そしてボディーだ、チャレンジャーのボディー、町田危ない、
大きなフック、そしてアッパー、アートンからゲームとマッチャンダウン、マッチャンダウン、チャンピオンマッチャンを失敗になりました。チャレンジャーが出ます。モンタルバン出る、松田返す、しかし顎が当たっている、足がくらついている、さあ返す松田、あっとまた松田ダウンです。第5ラウンドにもダウンです。松田チャンピオン松田、どうしたんだ松田、カウントが進みます。しかし大丈夫です。松田ここで松が出る、得意の右ストレートようやく出ました。ワンツー、チャレンジャーの空振り、そして相打ちだ。チャレンジャーどうする、モンタルバン、あー手下げのストレートダウンです。あっ待て、レフリーが止めました、レフリーが止めました。チャンピオン町田残念、タイトル防衛なりませんでした。コンディションはバッチリと話していた町田ですが、チャレンジャーラフィー・モンタルバンの前にマットに沈みました。これはご本人に初めて見た、なる前という感じですか、いかがでしたか最初のダウン、あれは聞いた、いや、もう聞いてないです。全部足が揃ったところにね、もらった感じで、その後も反撃の仕方見てたらそんなに聞いてないんやろなと思う、ダウンやったと思うんですけど、そうですね、もう気づいたら倒れてたっていう、全部情けないですね、あんなに倒れるのことが。ストップされた時はまだできるのにっていう感じ。そうですね、全然できました。全然できた、そうそう、なんか足に倒れるのよ3回ともダウンが、あの足が揃ったところにもらっただけのダウン、効いたダウンじゃないよね、3つとも。そうですね、効いてない、5ラウンドですか、1回目のダウンの後挽回しようとダーッとまっちゃんが出る姿を見てね、なんかまっちゃんらしいなと。そうそう、だから負けてんだよっていう力は、あの蓄えてたんですよ、あったんですよちゃんとね、どうしてもね、なんかけどしゃあないな、後で止められるの、今見たらもう一回悔しさが込み上げてくるやろ。めちゃめちゃ悔しいですね。あ、そう、絶対悔しい。でも見ないとダメなんですよ。サウスポーはあのちょっと得意じゃなかったそうですね、あんまり得意じゃない、あんまり得意じゃない。そんな難しいねもんなんですかね、サウスポーって。それは全然ちゃうでしょ、邪魔やもんこっちの手が左ジャブで、あの組み立てていく選手はしんどいよね、左ジャブが当たれへんから、まあもう2ターン初めてやからね、もう今ちょっとショックで、ね、声が出ません出ませんね、マサさんの声もだんだんなんか出ません、もうショックでございます、もうちょっと涙、涙うるうるしてますね。え、あらあらあらと、ね、やっぱりなんかチャンピオンから落ちた瞬間に世間が変わったみたいなのは、まあ世界チャンピオンとはレベルはちゃうけど感じました。それはあんまり感じない、わからない、それはあんまり感じない。彼女も変わんないですか、それかチャンピオンベルトのないあなたなんて言い合いやって、そんなこと言われたら立ち直らない、なんかドラマがあるみたいじゃないですか、そこに。なんか彼女の態度はこれ7番で恋愛相談、恋愛相談。まっちゃん、あの次の試合は決まってるんですかね。だいたい2月の後半に、後半に、はい、もう動き出すんだ。それはノンタイトルで、はい、あらまあ、相手は全然決まってない、多分フィリピンの選手、予定ということで、はい、サウスポーとね、何回かやった方がいいかもな、ね、でそれは、お、サウスポーと、そこまではまだ分からない、からな、うん、この正月はもう、ね、ちょっと悔しさを打ち出て入るでしょ、前回のこの放送の終わりにね、松さんがね、たっちゃん勝って、まっちゃん防衛して、うん、で、今回の正月よかったよな、というやつね、ねえ、うん、ぜひ松田選手、あの今後とも注目してますんで、はい、ここから町田選手がどうガッと上がっていくのかっていうのを、そうね、頑張ってくださいね、はい、頑張ります。これを見てですね、ちょっと町田には元気を出してほしいと思うんですが、町田和久栄光の奇跡です。こちらは、5分の VTR です、どうぞ。
さあ左でボディを捉えました町田です。必要にボディを狙う、そして上顔面を狙っていった、下から上右のストレートが走ってるか、効いてる効いてるぞ、大一なしなし、顔面を連打連打、大丈夫だというカルボニア、両手を高々と上げています。さあ一気に行けという、一気にまとめろという松田陣営の掛け声。さあ顔面を捉えている、松田ここで一気に畳み込めるか、左そして右ボディに入っている、力のないカルボニアのパンチ、しかし目の上を切った松田、一気にここは手数でこのカルボニアを追い込もうとしています。勝者は松田、右手を高々と掲げました。第2ラウンド1分を経過したところ、非常にいいパッチをウェルフニアに構えました。ここで両者の打ち合いが一旦止まります。ここで松田が倒れたが、カウントが続きます。これは台も取られています。カバトボディを狙っていきました。町田のボディを狙っています。カバト左のリードジャブ、やや距離を取っています。右のファイターということで、どちらかというとボクサーファイター。そして町田の右、強烈な右が炸裂、たまらずラウル・カバトがマットに腰を落とした。町田の連打、またこのラウンドでもダウンを奪った。カバト立てるか、いやここでタオルが投げ込まれました。町田和久第4ラウンド、ついにナックアウト勝ちを決めました。強烈な右のストレートを持ち合わせています町田和久。左のパンチ、ワンチャンス取った、強烈自ら勝利のポーズを取ります。強烈なパンチでありました。1分を回ったあたり、そしてコミッションドクターとリングの上に駆けつけます。このベビーフェイスに似合わない強烈なパンチでありました。チャンピオンの優、あるいはチャレンジャーの町田が仕掛けていきます。ここはどちらが仕掛けるか、右のストレートです。町田、ああチャンピオンの右、チャンピオンの右、左が左の下がかぶってきた。町田チャンピオンになる、町田クリンチキック、クリンチキック、町田クリンチキック、パンチを返すクリンチです。これをチャンピオンの振り下ろす、まだ残り1分半、チャンピオンのワンツー、右のストレート伸びた、松田のパンチだ、距離を取って松田、右のパンチ、松田の右、松田の右、松田のパンチが出ました。左の連打、松田先生の生来の強烈な身を生かすための左、それが今日の試合の課題、町田はそう話しています。さあチャンピオンズやってきた、右の大きなパンチ、さあ残りまだ1分ある、町田捉えることができるか、町田東洋太平洋ジュニアバンタム級の新チャンピオン誕生です。
して前にバッタリと倒れました。まさに気力を尽くした攻防でありました。今日はあの応援のおかげで12ラウンド頑張れて勝てることができました。世界チャンピオンになりますので応援お願いします。勇気が欲しい。やってごらん、ワイルドアームズ。学校じゃ教えてくれないこといっぱい。 RPG ワイルドアームズ発売中。ワイルドアームズやった。プレイステーション。これギリシャ風のグラタンでムサカって言うんだ。へー、ムサカ。ハウスディッシュアップムサカ新発売。The chances of survival are 1 in 10,000. Can you escape the Scissor Man? A realistic horror adventure for PlayStation. Clock Tower 2nd. In store now. Scissor Man! Yup!第10回ドラマチックボクシング、 KO 必至の高カード、日本ジュニアミドル級タイトルマッチ、大東明対笹脇敦史の一戦は1月21日大阪府立体育会館でゴング。お問い合わせは大阪政権プロモーションまで。というわけでございまして、町田選手、自分のね、まあ、ここまでの試合ご覧いただいたんですが、ね、そんな強いんですからまずは大丈夫ですよね。もうなんか今年のことはすっと忘れてね、来年新しい気持ちで、これ偉いもんですね。来年は白星トン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 でまた年末番組したいね。それがいいですね。ねえって町田選手っておったよねいうの言えね。頑張ってくださいね。それはいいですよね。やっとそれは年末にどこ行ったんやろなとかいうのはね。っていうかその前にこの番組があるかどうか。あるでしょ、この番組あるでしょ。なるほどね。そんなん俺も死んでるかもわからんしな。それはおったな、まあ、そんな番組あったなっていう。強烈でしたな今のは。面白かったです。面白かった、すごかった今のは。いやー、キューちゃんがキューちゃんに変わったりとかね。それはないですね。来年はやっぱり世界戦がね、はい、必ず見れるように。でもタッチャーはなんかあの4試合ぐらい挟みたい。そうね、実質的には無理でしょ、これ。でもやりたいんですよね、別にノーギャラでもいいし、だから大阪でできるようになんとかね動いてもらえません。大阪というか、まあ、日本でできるようにね、あの映像を見てどこがダメなんですか、日本でやるのが。おかしいでしょ、試合内容、内容が悪いからですよね。いやいやいや、この目という問題に、ね、顔が悪いですからね、顔と頭がね。これ直しようがないらしいです。一回医者に聞いたんですよ、無理、いじれないって言われて、頭はどうしたら、もうそれはもっと生まれたものって言われましたね。小さい頃ガッツしましたの、お子さん。そう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 。別にね、ガッツさんの嫌いじゃないんですけど、けどまあ、言われて嬉しいもんじゃないから。まっちゃんの先は子供の頃の写真見てね、可愛い可愛い、ね、まっちゃんお正月どうしますか。まあ、練習します。元旦から。元旦は休みますけど、1日だけ休んで2日からもうロードワーク開始、ジムワーク開始か、はい、あ、大変な仕事やな、これも本当に、うん。